チャンネル。失礼よ。はい、お願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。私もお願いします、うん、とうとう始まるなというか、まあ、年が明けて、まあ、より一層そういう気持ちが強くなってきたなと思いますし、気が引き締まるというか、緊張感っていうのがもうすでに出てきているなっていうのは感じますね。本当にここは毎年言ってるんですけど、でここだけをやればいいっていう選手でもないので、まあ、技術面はもちろんですけど、なんですか、体、メンタル、そう全ての面において、まあ、やることはたくさんあったので、本当にたくさん考えながらというか、
過ごしてました。その秋のキャンプで良かったところ、それともうちょっとこうしたらいいんじゃないかなっていうのも何個かあったので、そういうところをしっかりもう一度整理しながら、あと1ヶ月もないのでそこはしっかりやっていきたいなと思ってます。まあ、もうチームとしての目標は一つあるので、そこに向かって頑張りたいですし、個人的にも、キャリアハイというかそこの数字を目指して、頑張りたいなと思います。